皆さんこんにちは、ランポーレ三重の応援サポーター米田幸子です。前回の放送分ではチャンピオンシップの試合の模様を皆さんにお届けしましたが、もうご覧いただけましたでしょうか。選手の皆さんの活躍とてもかっこよかったですよね。次のシーズンの活躍もぜひ期待したいと思います。さあ、そして今私がいるのは和歌山県にあるこちら紀の川市民体育館です。今日3月14日はミックスプラスというチャリティーイベントにランポーレ三重も参加するということで、私も少しお邪魔したいと思います。あ、上田監督がいました。今日はどうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、上田監督はランポーレ三重のジェネラルマネージャー兼ヘッドコーチでもありつつ、またデフバスケットボール男子日本代表の監督もされながら、またこのイベントを主催するワンズフューチャーの代表として今日ね参加されているということなんですよね。はい、はい、そしてこのミックスプラスというイベントなんですけれども、デフバスケ聴覚障害の方を抽選として運営をされているということで、はい、はい、そうなんです。まあ、今回ランポーレ三重にも参加していただいてるんですけども、そもそも、聴覚障害者の方に、そのいろんな方やっぱ支援いただいてるところにお返しを返したいな、お返しをしたいなっていうふうな思いで、何かできないかなということでイベントを始めたんですけども、デフのチャリティーというからデフの方へのみたいなになっちゃうんですけど、そうじゃなくてデフの方が、一般の応援している方に対してお返しをするイベントになってるから、もう趣旨が丸々逆。今日は本当にランポレもやっぱりこういろんな地域とつながってくれて応援してくれてる方にもちょうどねつなげたりとかもしたかったし、今日はプレーもできるんで、今日一緒にランポレと今日はできますからね。いろいろ練習ダンスとかもしてきたし、いやいいんですか私で。だって、はい、私今まで今見ていただいてると思うんですけれども、筋トレだったりですとかシュートの練習とかね、はい、あとダンスの印象も強いと思うんですけれども、はい、いかがですか私で大丈夫ですかね。それってあれじゃないですか、やるしかないやろ。なるほど。ということで、わかりました、今日は頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。どうしましょう、私できますかね。夢で反則する夢しか見てないんですけど、なんとかなります。やるしかない。ミックスプラスという大会名に込められた思いを紹介させていただきます。パワープレイが得意な北森さん、よろしくお願いします。こんにちは。中となるので、その辺はご了承いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。俺それ知らんかった。すごいね。それではこのイベントのプログラムをご紹介します。メインとなるのは5対5のリーグ戦、その後はフリースロー大会やノックアウトゲームが行われるということです。こちらは大人から子どもまで参加できるイベントということで、とても楽しそうですよね。ランポーレ三重は初戦、チームミドルとの試合ですね。私も頑張りたいと思います。教えてくださいよ、シュート、シュート。いつまで言うんですか、皆さん。あ、ラグだ。今、イメージ、イメージ。わー、入った、やばい。今日シュート決めました。今、はい、お願いします。どうぞ。じゃあ、ここに行きます。どうしたらいい、いいですか。あっ、
ヘラも好きなのを煽ってるからな。熱すぎて待ってました。シュート打ってます。シュート打ってよかったですかね。言わんけどそんなガチの顔で言わないでくれ。1試合目ありがとうございました。いやもう全然私はとにかく走ることしかできなくて、ガードとかもなんかこうね、あのもう見てるだけっていう感じになっちゃってたんですけど、でも選手の皆さんは本当に、私今まで第三者目線でずっと見てたわけなんですけど、一緒にやらせていただいて、やっぱりこのシュートの鮮やかさだったりスピード感がもう本当に圧巻というか、もうなんか一緒にやってるのにすごいなと思いながら見てるだけだった感じでしたけど、皆さんに取材しましょう、インタビューしましょう、インタビュー盛り上がってますか、盛り上がってますか、盛り上がってます。今日のランポーレの雰囲気は、そうですね、試合で負けた範囲はやっぱりねえ、石川選手ね、誰だと思います。今日の雰囲気はどうでした、ランポーレ。今日の雰囲気、まあマークはいつも通りイケメンなんで。いい感じ。じゃあその岡本選手にインタビューしましょう。どうしました、ランポーレの雰囲気は。楽しいですよ。以上です。内藤選手、今日はどうですか。今日はどうですか。絶好調です。今日も絶好調。はい、絶好調です。今日はシュート何本決められました。やっぱり米田さん決めようと思ってみんな頑張ってるんですけど、なかなか決めてくれないんで、僕らはなかなかシュート打ててないです。すいません、本当申し訳ないです。土下座ですね。パスする側で、パスする側で、シュート決めて交代、急に来た、
手バスケットボールクラブです。おでどうだった？楽しかったです。楽しかった？いや楽しかった。そっか、なんかある勉強になったこと。あのみんな戻りが早かったから、もっと戻りを早くしないとあかんっていうことが分かった。いいね。パスが遠くまで届いてたからすごいと思った。あれなんかパスとかも早かったから、もうちょっと早くしたらいいのかな。パスとかを回して頑張ってシュートを決めて勝ちたいです。せーの、頑張るぞ。おありがとうございます。25歳、今年も頑張ります。お願いします。まずこのミックスプラスのイベント参加されての感想をお伺いしてよろしいですか？はい、やっぱり自分もデフバスケの選手としてやっぱり届けていただいていて、1年間やっぱりデフバスケの選手のためにもやっぱり応援してくれる方々がこのイベントのために来てくれて、やっぱりこういったイベントを盛り上げてくれるので非常にありがたいことでありますし、やっぱりデフ選手としての自分もやっぱり楽しいことでもあります。実際にやってみての感想、率直な感想はどんな感じですか？大人からやっぱり小さい子たちまでもやっぱりいろいろ相手にすることもできますので、やっぱり自分もやっぱり元気つけられますね、本当に。ではまあ4月からランポーレに加入されるということなんですけれども、はい、意気込みも教えていただけますか？はい、そう、これからやっぱり4月からランポーレ三重に所属して活動することにもなりますが、やっぱりまだ慣れない感じもありもするんですけど、やっぱりまずはついていくことを精一杯にして、まあ、ランポーレ三重にもやっぱり応援してくれる方々にもやっぱり期待に応えられるよう、やっぱり地域の三重の地域にやっぱり貢献できるように精一杯頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。永田選手の活躍、これから期待しています。ありがとうございました。ありがとうございました。
誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。誕生日で今日のこのイベント、はい、どうでしたか。はい、そうです、皆さんの前で祝ってもらうっていうのがあんまりなかったんで、すごくいい経験だったなと。こういうイベントを参加するのにもやっぱりランポーレ三重をもっと知ってもらいたいんで、いい経験だったかなというふうに思います。こういうふうに皆さんと楽しくできるっていうのはなかなかない機会なんで、すごくこれからにつなげていけたらなというふうに思います。はい、ちょっと負けてしまった要因に私もいるかもしれないですけど、全然頑張ってました。ナイスシュートでした。はい、ありがとうございます、はい、リーグ戦が終わって、ただいまランポーレ三重と優秀チームの対戦が始まっています。現在上田監督の実況も相まって、なんかちょっとピリッとした空気に、ね、なってきておりますので、この後の試合展開楽しみですね。紀の川市民体育館ミックスクラスの会場からお届けしました。次回は来シーズンに向けた新メンバーの選出、トライアウトの模様をお届けします。お楽しみに。あっちどっちそっち ABS